どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日この動画はですね、初心者ウクレレレッスン動画第3弾です。とうとう第3弾までやってまいりました。第1弾、第2弾はどこにあるかと言いますと、ここにあります。ここのリンク先はですね、初心者さんが、この、プログラムになってて、初心者さんがこの1から見ていくと、どんどんウクレレの音楽が楽しめるよっていう、こう、プログラムになってるところのページですんで、そこの、ここのリンク先の1から、見ていってください。1の前にチューニングがありますけど、そんな流れの中の今日、その第3弾の動画ですんで、皆さん楽しくウクレレの音楽を始めていきましょう。ということでですね、この動画は、1と2を見た後に見ていただいているという前提で話を進めていかせてもらいますんで、結構スイスイいきます。で、わかんない方はもちろん1から見直していってくださいね。で、ここにまた戻ってきてください。そういうわけで今日の一応流れを解説しておきますと、まず最初にひまわりの約束という秦基博さんのあの名曲をこのウクレレでやりまして、で、その後も何曲かこう、触りをやろうと思うんですけど、今回のこのやる曲のテーマは、通常の、ワンブロックにね、4回弾くとかそういうルールの他に、こう、指令がある楽譜というか、こう、正し書きがある楽譜の読み方をちょっとさっと解説したいと思います。その後にですね、今後の流れ、またちょっと今後どうなっていくかということを解説して、お役立ちとちょっと追加して、この動画を締めくくりたいと思いますので、ちょっと長めの動画になると思いますけれども、皆さん楽しんでやっていきましょう。それでは、進めていきたいと思います。そしたらですね、一応確認ですよ。はい。C と F と G7、この3つプラス Am で、3プラス1の4つのコードでやります。そしていつものあのやつですよ。この、ワンブロックに、こんな感じね。ワンブロック。4回弾くってこのルールのもとにやっているんですけど、さあこの秦基博さんのひまわりの約束という曲はなんとですね、このテロップちょっと見てください。ピンク色で2拍って書いてありますね。2拍って書いてある。これどういうことか。これちょっと動画でももちろん解説するんですけど、2拍って書いてあるときは2回のタイミングを測ってくださいということです。普通こう、1、2、3、4で1ブロックじゃないですか。2拍って書いてあるときは1、2。これで次のブロックに進むということです。これ、ね、動画の演奏をしてい、いるところを見ていただくと、あ、こういうことかって分かってくださると思うんで、まあそれを言おうと思うんですけど、あ、ちなみにこの秦基博さんの楽曲も、この簡単ウクレレ教室 by ガズ、こちらの本にね、入ってますよ。これのね、どこだっけ、結構最初の方。これは初心者さんにはもう本当おすすめの、本なんですけど、あ、ありましたね。17ページ、1曲目だ。これを見ながらやっていきます。ここにもね、ここに、同じようなこと書いてあるんですけど、まあ、テロップを見ながら確認しながらやっていきましょう。あとこの曲、このテロップちょっと見てください。歌の始まりところとかこう今、ね、書いてるんですけど、今までってワンブロックにコード1個とかたまーに2個出てくる時もありましたけど、見てください。この秦基博さんの曲、ワンブロックにコードが2個ずつ入っているでしょ。これやってみたらわかるんですけど、相当テンポゆっくりでもうどんどん次のコードが進行していきますからね。だからやっぱこれいつも以上に次のコードこれだな、次のコードこれだなっていう風に前のこの次出てくるコードを認識しながら、目で追っていかないと、これタイミングに追いついてこれないんですよ、左手が。だから、ほんとこれはですね、やってみたらわかります。全然左手追いつけないと思います、初心者の方。まあ、それのトレーニングになるかなと思って、ワンブロック2個コードが入ってる。このテーゼで。これね、ちょっとチャレンジですけど。はい。まあ、なるべくゆっくりやりますんで。それでは、秦基博さんのひまわりの約束、超簡単バージョン4つのコードで、ゆっくりやってみます。いつも言ってることですけど、ゆっくり、大きな声で体を揺らして4つ引きでいきますよ。1、2、3、4。どうして君が泣くの？また僕を泣いていないのに。結構早いですよね。先を読んでください。自分より悲しむから辛いのなどしかわからなくなるよ。ガラクタだったはずの今日が二人にならたからもこの次2回です。はい、ここ1、2。そばにいたいよ、君のためにできることが僕は
つも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けていきたい、ここにある幸せに気づいたから、やってみました。これはですね、この畑基宏さんの、ひまわりの約束はガズレレ流超ウルトラシンプル簡単オリジナルアレンジバージョンですので、コード4つです。原曲は本当はもっとちょっとやっぱ難しいんですけどね、これウクレレ練習用のアレンジですからね。この曲ができたら、これはやっぱりあの歌詞の内容も相まってグッときます。ね、今回この曲で味わってほしいのは、歌詞の内容も読み解いて、こう自分でそれを奏でてね、その歌詞の情景と一緒に歌うって、こう次のステップです、やってほしいのは。はい、それがまず1個。それとさっき言ったこのピンク色で言った2拍 G7 のこの2拍、何でもない時は1ブロック4回弾くんですけど、2拍って書いてある時は 2つ、そのカウントでやる時もあるという、こう正し書きがある時はそこに従ってくださいという、今日1個の、例になった曲だと思うんですけど、これもね、あ、本当大変自分のものになると、やりがいのある曲に、音楽の楽しさがこう実感できる曲だと思いますんで、これどんどん何回も何回も繰り返してこの曲やってみてください。もう繰り返して自分のものにしていく。まず最初はね、コード4つで、それをどんどんやっていきましょう。はい。だから1から言ってくると、シャラララのところから始まって、第2弾でやった踊るポンポコリン。そしてこの、ひまわりの約束。今日第3でこれやったということで。こうやってだん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 自分の中の引き出しを増やしていくのが目的です。はい。まずは4つと、この4つ引きと、この4つのコード。4の4。これでどんどん進めていこうと思います。では後半ではですね、ちょっと他の指令、その普段と違う指令がある、指示がある合格譜の、もうある曲を、シェアしたいと思います。さっきのひまわりの約束でもこの2拍っていうのが出てきたじゃないですか。こういうふうに指令が、指示があるものの曲、他の曲ね。はい。この、もう一冊本が出てます。これリッドミュージックから出てる、この黄色い方の本の中からやろうと思うんですけど、今日はですね、ユーミンのルージュの伝言と、あと童謡のね、ふるさと。この2曲を使って普段とちょっと雰囲気の違う指令があるやつ、どんなことか解説していきたいと思います。で、まずは、じゃあ、ルージュの伝言から。こちらの本の、29ページに、ルージュの伝言載ってますけど、これですね、ここのところにも書いてはあるんですけど、これね、この曲は、正し書きがあって、ワンブロックに8回弾いてくださいっていうふうに、書いてあるんですよ。これはですね、場所の節約といろいろあるんですけど、このワンブロック4回ってことなんですけど、曲によっては、正し書きがあって、ワンブロック8回弾いてくださいねという時は、8回弾いてくださいということで。このルージュの伝言、ちょっと触りだけやってみましょうか。いいですか、皆さん。はい、準備をしてください。落ち着けてくださいよ。いきますよ。1,2,3,4。あの人のままに会うために、今一人列車に乗ったの8回でしょ。4,5,6黄昏迫る街並みや車の流れ横目で追い越して、はい。こんな感じで今、ワンブロック8回で弾きました。つまり、ワンブロックでね、コード2個あるときは4回4回という風になるということです。こういう正し書きがあるときは、それに従ってくださいということです。ちなみに今やったルージュの伝言と、これからやるふるさと、この動画の概要欄のところに、このレッスン動画、ガズレレでもうすでに上げてますんで、ちゃんとやってみたいなって方は、その動画でちょっとやってみてください。もう弾けますからね。これもコード4つしか出てこない曲でございます。じゃあ続きまして、もう1個のパターン。ふるさと。童謡のふるさとって曲があるんですけど、この
このふるさとっていう曲もこの入っております、123ページ、この黄色い本の123ページ、ふるさと、これはですね、まあ、ここにも正しげが書いてあるんですけど、このワンブロックで3回弾くです。3回って、4回じゃないのってね、最初から言ってるんですけど、これ、4回っていう風に、まあね、基本何があっても4回って言ってるじゃないですか。これが3回になるってわけです。この曲はね、3拍子の曲なんですよ。3拍子。3拍子の曲ってのはどういうことかというと、1、2、3、1、2、3ってリズムが進んでいきます。うさぎおいしってあの曲ですよ。はい。これを、ちょっとやってみようかな。これは本当ゆっくりでね。これは本当にあらゆる世代でこれできる、歌える曲だと思うし、これもコードね、3プラス1できるんで。ちょっとやってみましょう。はい。これはだから1ブロック3回ですよ。ちょっとね、おーっと思うかもしれないですけど、なんとなくこのリズムがわかるとついてこれると思います。はい。いろんなね、楽譜の読み方があるから注意書きを見逃さないでください。行きましょう。1、2、3。One, two, three. うさぎおいし、かのかわ。こぶなつりし、かのかわ。今最後ワンブロックに3つ書いてあったでしょ。 F、F、G7 って書いてあった。これはワンブロックに3回弾く、この曲3拍子の曲だから F、F、G7 と1回ずつ弾くってことです。ここ最後のところもう一回やってみますよ。忘れがたき F、F、G7、 C、C、C、 じゃがじゃがじゃがと、こういうことになります。はい、これで、こういうこともあります。今のは3拍子で1ブロックに3つコードがあったから、F、F、G7 って言ったんですけど、これ、こんな感じでですね、じゃあ4分の4拍子の普通に4ブロック、1ブロックに4回弾くときあるじゃないですか。1ブロックにこれで、ね、4回弾く。この普通のリズムのときに、もしこのテロップ出てきたら、これ、F、F、G7、C というふうに弾くってことですね。この流れで行くとするとこうです。C、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 F、F、G7C、 こんな風になるということです。はい。こんな風にですね、同じこのワンブロックといえども、基本はこの4回弾くってことになってますけど、2拍で弾いてくれ、2拍って書いてあったら2拍になるし、3拍子の曲だったらここ3拍子になるし、4つ書いてあったら4つだし、3つだったら3つとか、そんなような感じでですね、指令が、ありますんでね、それがいっぱいあるってことを今日は、この第3弾の動画では、それを皆さんにこう、一応分かっていただきたいということで、ちょっと、一筋縄ではいかないというか、正し書きがついた楽の読み方をいろいろシェアしてみました。動画、いろんな動画を見ていくときに、そういう指令がある方は、ちょっと見てもらうのがいいかと思います。ガズレレ動画でもそこはいつもご紹介、事前にしておりますんでね。そこで、おー、なんだこれってならないように、今のうちから準備していきましょう。そういうわけで、第3弾ですけど、はい。こんな感じで、どんどん皆さんもいろんな音楽、こう、奏でられるようになってくると思うんですけど、ちなみにですね、ちょっと紹介しておきます。例えば、憧れの曲、ビートルズの、レッド・イット・ビーって知ってます？あれね。When I find myself in time, more trouble, mother Mary come to me, speaking word. これ、C と F と G7 と Am でもう弾けます。ただし、英語が歌えればね。あと、これは、When the night has come,The land is dark and the moon, like the only black sea. The darling. これも C と F と G7 と Am ね。この4つのコードしたらもう最初に言ったけど3万曲ちょっと大げさかもしれないけど、そのぐらいは
弾けるっていう超基本のコードなので、この4つのコードを自由自在に弾けるようになるのを目標にしましょう。で、この4つで弾けるコード、ここに一応まとまってるグループがあるんで、ちょっとここ見てもらって、ちょっとチャレンジしてるのもいいし、皆さんいろんな曲、この4つで弾ける曲、いろんな曲あるんで、まずここでチャレンジしてください。で、今後ですけど、次、この次に皆さん見るであろう、第4弾の動画では、ガズレレ必須コードという動画のご案内をしようと思います。コードって確かにこの4つね、3つプラス1、これは基本になってるんですけど、やっぱこれだけでは表現しきれないというか、世界観がぐわっと広がる、どんどん新しいコードを覚えていきたいんですけど、次はガズレレ必須コードというガズがおすすめしている皆さんにもどうしても最初に覚えてもらいたい。まずはここまでたどり着いてという動画の詳しい解説動画を第4弾では上げていきますんで、そこお待ちください。これができるようになると、ほんと夢がバーンと広がって、今ガズレレで YouTube 動画で上がってる1000曲、ほぼできるという、夢のようなコードのグループの説明に入っていきますんで、第4弾もお楽しみにしといてくださいませ。はい、ということでご案内ですけど、今使ってるこのウクレレ、これはガズがプロデュースしてベトナムで作ってるオールハンドメイドのターンバンウクレレ、すごく高品質です。このウクレレのことや、ガズがプロデュースした、このウクレレ、ケースです、これ。はい、これウクレレケースに見えないでしょ。これガズレレのプリントも入ってまして、はい、これビジネスマンでもこう横持ちできるようになってる。これコンサートウクレレも入ります。で、中開けると譜面台が入るちっちゃい外せるポーチとかついて、すごい考えられてる。こういうものとか、キャップとか、水引きとか、このストラップとか、いろんなグッズもやってます。グッズでね、豊かに音楽やっていきましょう。で、まあさっきも出てきたんですけど、このリットミュージック社から出てるこの本もね、全国の書店さんや楽器店に行ったら、だいたいこれ置いてあります。もう4万部に、近づく大ヒット。現在、2020年の頭の時点でもう4万部です。はい、ありがとうございます。そんだけやっぱ、わかりやすいということで支持されていただいていると思いますが。はい、要注目はこれ。ガズレシピというガズレ初のアプリです。アプリの方でも、こんな感じで初心者レッスンのページがありますんでね。はい。ぜひアプリダウンロード。ダウンロード自体は無料ですから、皆さんのスマホとかアプリ、タブレットに入れてあげてください。よろしくお願いします。そんなことの最新情報、ガズレレ.com。こちらのところで、見てください。はい。ホームページのリンクはここに貼っておきます。ここ見たら大体のこと書いてありますんで、よろしくお願いします。で、今日演奏した、動画の、ちゃんとしたレッスン動画、ちゃんとしたというか、ガズレレッスン動画は、この動画の下のね、概要欄に、貼っときますんで、やってみたい方、この概要欄も見てくださいね。はい。じゃあ、第4弾に続きますんで、この先もどんどん行ってみましょう。はい。ガズレレ、初心者レッスン動画シリーズ、プログラム。まだまだ続きます。楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。さよなら。